こんにちは、アーサです。あなたは彼らの恋のキューピッド。今回はキューピッドパラサイトのキャラ感想動画になります。11月にファンディスクが発売したんですけど、今回はちょっとおさらい的な感じでこの無印のキャラ感想を、語りたいと思います。核心には触れないようにしてますが、ネタバレありの感想になるので嫌な方はご注意ください。私のプレイ順はケイサンインくん、シェルビー、ギル、ラウル、アラン、カクシの順番でした。それでは順番にお話ししていきます。まず1人目、ケイサンインくん、姉が申し込んだからとかいう、なんか某スマイルアップに応募したきっかけみたいな理由で婚活し始めたケイサンインくん、まあ、もう見た目がねバチバチに好みやったんで、もうトップバッターに選びました。ケイサンインくんはもうえぐいぐらい毒舌で、もう失礼なんやけど、もう他のねパラサイト5がなんかもうひどすぎて、なんかマシに見えただからね案外入りやすかったです。で、恋を自覚してからがもうたまらんくて、もうニッコニコなねケイサンインくんが可愛かった。なんかリネットに恋した理由をこう言語化して自分の気持ちをこう整理してたのが、あ、冷静でいい子なんやなってなんか好感持てました。で、恋に気づいた理由がご飯を食べるのが美味しくなったっていうのがね、なんかええよねそういうなんか身近なところで幸せを感じられるのがいいよねケイサンインくんに、まあ、限ったことじゃないけど、あのやっぱねキュピパラは糖度がね高めなのがいいなって思って、なんか特にこう私ケイサンインくんみたいなこう小柄な可愛い系のキャラを好きになりやすいんですけど、なんかそういうキャラってね大抵ね糖度低いのよ。そうなのよそうなのよだからもうこのキュピパラではもうケイサンインくんみたいなキャラでも糖度高いイベントがたくさんあってね、もうたまらんかったです。次2人目、シェルビー、偽装結婚、偽装夫婦な展開はまあ嫌でもこう距離が近づくんでね面白かったです。ギャグもねもう面白かったでシェルビーはいろんな一面を見せてくれたのが良くて、なんかリネットをパパラッチから守るために取った行動はすごいかっこよかったし、恋を意識したシェルビーは照れまくりでねすごい可愛かったです。あとこう一人でなんか恋心にこう向き合うシーンはこう気持ちが自分の手の及ばないところにあるっていう表現がなんかすごいリネットへの気持ちの大きさみたいなものを感じて切ないいいシーンやなって思いました。ただ、まあ、途中からねもう大変でもうすれ違いの連続っていうか、もうシェルビーが急に日和りすぎてて、もうどうしたみたいな遊園地のシーンがねほんまもうマジでもうさっきのかっこよさどこ行ってんみたいな、ね、感じでもどかしかったです。結果、まあ、ギャグとファンタジーでなんかねじ伏せたみたいなお話展開で、これぞキュピパラかって思ったんやけど、このねちょっと無理やり感がちょっとその時はまだ慣れてなくて、こう力がふってねなんか抜けちゃうからねだからね会場感情がね迷子になってましたちょっとね未だにね慣れてないとかある次3人目、ギル。私本当にちょっとプレイ前ギルはノーマークだったんですけど、めちゃくちゃね良かったです。ほんまにねときめきました。なんか最初は家事全部やってくれてもありがとう、なんかでもときめかねえなってめっちゃね失礼な感想を持ってたんですけど、なんか両思いになってからこうギルがすごい情熱的でなんか手慣れまくってて本当やばかったです。なんか勝手にねなんかおじけづくんかなって思ってたから、なんかね混乱しました。もうほんまねギャップがやばい。でその後の展開はまあキュピパラらしさ全開って感じで、もうてんやわんやみたいな、
なんかファンタジーなねお話が面白かったです。でギルもすごい愛の強さをね感じたんやけど、あれこれパラサイトの部分治ってねえなって思って猛烈なねヤバさを感じました。で最後ヤバいといえば、このルートはねあのリネットの過去が見れるんですけど、学生時代のねリネットも相当ヤバかったですなんかむちゃくちゃすぎてねめっちゃ笑いました。次4人目はラウル、ラウルのタイプ診断は遊びの恋ルダスってことで、私もね最初何も見ずにタイプ診断したんですけど、同じねルダスでした違うわってね思ったけど、ラウルはね、まあ、趣味パラサイトって聞いて、わー一緒やんって思って、ちょっとね同族嫌悪になるかもしらんって思いながらねプレイを始めました。でこのルートなんかほんまジェットコースターみたいな刺激たっぷりルートで、序盤はもう恋愛寄りでスピード感もあってね面白かったです。なんか糖度の高さにもねびっくりした。えこんなキャラやったんみたいな。で徐々にね本当の恋を知っていくのがすごい良かった。なんか嫉妬系のねイベントがね美味しかったです。で問題はねもう途中からのあの神話系ハプニングほんとねもうついてけないもう意味不すぎて笑ったけど、ほんまにね前半と同じ舞台の作品なのっていう落差がねすごかったです。マジで神話パラダイスでした。やっぱラウルの趣味パラサイトはね治らないらしい次5人目は、アラン、はい、ずるい枠運命枠、もうね全然予想してなかった設定と展開でめちゃめちゃ面白かったです。アランの印象がねこんなにも変わるのかと、ね、私ね個人的にはあの雨のシーンがもうめちゃくちゃ好きで、雨は神も悪魔も忘れられる世界になるってこう2人でね言い合ってて、人ではない二人だからこそこう分かり合ってるみたいなのが感じられるシーンで、もうねめちゃくちゃ心にきました。でアランは共通ルートだとなんかこうやりたい放題自由奔放って感じなのに、ルート入るとこうずっとね自分を嫌ってて否定し続けてて、もうすごい辛かった。それでももうリネットに対しては優しいし、リネットもアランの優しさを理解しているところがなんかいい関係やなって思いました。あとなんか演出ですごかったのは、こう神の彼女を殺すためにってセリフでは書いてあるけど、実際のボイスでは彼女自身を生かすためにってこうなってたのがねなんかすごかったです。なんかねこういうのあるとねテンション上がるそれでは、ラスト隠しキャラ、お前かいってねなったんやけど、あの人間の姿の時もねなんかチーってね言っちゃうのがもうめちゃくちゃ可愛かった。あれもあざとかった。あとなんかパラサイト6になってなんかよりカオス感が増して、もうね面白くてずっとね笑ってましたなんかパラサイト6が戦隊ヒーローみたいになって、もうアガペとか叫びながら攻撃するのがもうめっちゃ面白かったです。でお話は結構長くてびっくりしたし、なんか人間界えらいことなってるし、でなんか思ったより壮大で驚きでした。なんかキュピパラのこうギャグでねじ伏せるのはあんまりしっくりきてなかったんだけど、神様たちのね設定がねなんか妙に凝ってて壮大な展開になっていくのはなんかすごい面白いなって思える内容でした。もう最後にふさわしいキュピパラらしさ全開なルートでした。はい、キャラ感想は以上です。どのキャラも個性爆発で飽きることなく駆け抜けました。ファンディスクもねまた感想をあげられたらいいなと思ってます。それではご視聴いただきありがとうございました。